ゃじゃーん、俺はスーパーマジシャンイーゼリーニだ。よーく見てろよ、俺の魔法の言葉でイーゼリーニが消えるぜ。ディーゼルの帽子が浮いてる。あとは隠れるだけだ。うわーいなんてことだ。ゴードン、このひどい煙はなんだ。ディーゼルが消えてゴードンが現れたんだ。違う、そういうマジックじゃないぞ。いいか、もしマジックが好きなら今日は信号機についての種明かしをしよう。はあ、朝からずっと練習してたのに。ああ、わかってる。お前がみんなにマジックを見せたいのはわかるが、今はちょっと我慢してレッスンが終わるまで待ってくれ。ではみんないいか、機関車学校を始めるぞ。機関車の学校を一緒に学ぼうよ、仲間が集まるドーナツパーシーニア。今日は何を学ぶの、ディーゼルとカラと機関車の学校を一緒に行こう。交差点で大事なことはきちんと順番を待つことだ。今日は交差点の信号機が動かなくなった時の通り方について教える。これはとても大切なすごいマジックを見せたかったのに。レッスンの後にってゴードンが言ったよ。中でも特に大事なのは交差点を通る前に汽笛で仲間に知らせることだ。さらにライトをつけたり消したりしてみんなにしっかりと知らせる。よし、みんなで早速やってみよう。よくできたぞ。では汽笛を鳴らし続け、ライトを点滅、そして交差点を通る。それが今日のレッスンだぞ。じゃあ実際にやってみよう。最初にやるのは誰だ？ああ、トーマス。教えた通りやってみろ。再び登場、スーパーマジシャン、ディーゼリーニ。よーく見てろよ、俺が魔法の言葉を言ったら。ディーゼル、トーマス、マジックの邪魔をするなってば。でもゴードンは僕の番だって。違う、最初にやりたいのは誰か聞いたんだ。だからディーゼリーニの番ださっきも言ったようにお前のマジックは見せてほしいが、レッスン中は練習に集中するんだ。じっと我慢して自分の番を待て。わかった、じゃあ俺の番だ。いや違う、僕の番だ。いや俺のだ。僕のだ。俺の。僕の。俺の。誰か来るみたい。あれはジェームスだ。大変、これじゃディーゼルとトーマスに突っ込んじゃう。予定外だな。ディーゼル、マジックをやれ。ガタゴト、なんてこった、間一髪だったな。だから我慢して順番を待つべきなんだ。マジックを見せたかっただけなんだよ。でも迷惑をかけたよな。本当にごめんなさい。ディーゼル、君のマジックで助かったんだ。そうなのか。ああ、確かにそうだな。今日はみんなとても大事なことを学んだぞ。我慢して自分の番を待とう。そろそろスーパーマジシャンディーゼリーニが種明かしをしてくれるわ。ははん、マジシャンは絶対に種明かししないぜ。